はい、こんにちは、マスターです。今日はですね、久しぶりに音声相談の方に行ってみたいなと思います。今回はですね、シンガポールから送ってきたなと思いますので、少し、リラックスした形で送ってきたなと思って、ちょっとビール飲みながらですね、プールですね、の前で送ってきたなと思います。今回のですね、相談をいただいたのはですね、八尾谷さんですね。よろしくお願いします。質問ですけれども、質問、鳥取で高額商品一度はいいのですが、リピートは難しく感じます。学びより貯金が好きな県民性です。ご来店の方の予算が低いので悩みどころです、ということなんですけれども、八尾谷さん、まずですね、ありがとうございます。八尾谷さんはアナウンサー志望の方だったりとか、専門分析ですね、要するにこういうの分析とかをですね、するような、お仕事されてますけれども、この場合は別に、鳥取県でですね、一つの場所でやる必要はないと思います。なぜならですね、そもそもこの専門分析だったりとか、アナウンサー志望っていう方がですね、鳥取県だけしかいないのかということなんですけれども、全国展開にしていけばいいと思いますね。単純にネット販売で、全国の人たちに対してランディングページだったりとか、ブログ作ったりだったりとか、してですね、どん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 広げていけばいいと思います。で、テレビのですね、取材を受けたりだったりとかっていうのも非常にいい戦略だと思いますので、やってみてください。簡単にまとめますけれども、ウェブの集客をしてですね、どん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 、この鳥取だけじゃなくてですね、全国のですね、お客さんたちを集めていくっていう形でいいと思います。で、確かに、一人のお客さんたちに絞ってしまうと、2回目以降難しいと思いますけれども、この場合は頭数でですね、どん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 売り上げを上げていくっていうふうな形にですね、なると、ベストだと思います。ぜひですね、このことを参考にして集客をしてみてください。そんな感じで、今日はですね、セントレディスですね、から送っていきました。またですね、八尾谷さん、このことに関してご質問があったらしていただけたらなと思います。こんな形で、またお会いしましょう。さよなら。